演奏中の自動ピアノ自動ピアノの仕組み自動ピアノは巻紙に記録された楽譜を読み取って空気の力で一人でに演奏するピアノ。1920年代半ばの蓄音機とラジオ放送の一般家庭への普及によって自動ピアノの人気が落ちてしまった。一人でに演奏する楽器を作ろうという発想は何、世紀も前からあった。打楽器メカニズムを操作するためにピンを打った。 金属等を使用するアイデアはピアノの発明よりはるかに前に完成された。こういった仕組みは後に金属の葉をつまびいて音を出す、オルゴールなどといった演奏装置などへと発展していった。オルガンは早いうちから自動化され、自動演奏もしやすい方だった。オルガンは送風装置から送られてくる空気によって音楽が奏でられ、 演奏者は空気を調節するバルブを操作するだけで良かった。自動演奏はピンを打ったシリンダによって理想的にこなされ、18世紀半ばには手回しオルガンが大きく発達した。ピアノという楽器は演奏する際、様々な強さの力で鍵盤が弦を叩く必要のある複雑なものだった。可変的な打撃力と自由な演奏継続時間をうまく合わせた。 自動演奏装置を作るのはたやすいことではないと分かった。シリンダーは打つのではなく相対的に優しく変化する音を奏でる。初期の手回しピアノは演奏者がハンドルを回し続けることでハンマーが行き来して音を奏でたがシリンダーのピンが少しでも前へ行かない限りハンマーが弦を叩かずピンが去るまでハンマーは弦を叩き続けた。結果として音楽は奏でられるが その音は人間が演奏するものとは違うトレモロと人工的なダイナミックさがあった。音の継続期間や弦の叩き具合などといった様々な問題点を少しずつ解決していったことで自動ピアノはより良いものへと進化していった。世界初の自動ピアノ演奏装置はホーノスピアニスタ社製のものでシリンダーのピンがバルブを上げた時に送風装置へ圧縮した空気を送り、 送風装置がピアノの鍵盤を叩いて音を鳴らす仕組みだった。空気式の自動演奏装置による自動ピアノの進化は1840年代に加速し始め、1870年代からはいくつか目立った装置が姿を現し始めた。自動演奏時代の幕開けを象徴するものは、1876年にアメリカ合衆国のフィラデルフィアで開かれたフィラデルフィア。 万国博覧会だとされており、会場には自動ピアノを発達させる要素を兼ね揃えたピアニスタを含む多くの自動ピアノが公開された。記録に残っている最も古い巻き紙を使った自動ピアノは1842年に作られたクロードセッター S フレンチであるとされている。自動演奏ピアノを作ろうという考えは堅実だったが巻き紙を読み取らせて ピアノを演奏させようという試みは実用的でないとされた。1847年、アレクサンダー・ベインは巻紙を使った装置をリードに空気を流して音を出す。リードオルガンのようなトラベリングパールブと表した。この仕組みを使う単純なリードオルガンやパイプオルガンは現在でも作られている。しかし、空気で動かすという方法はピアノには不向きだった。 1848年、イングランドのチャールズ・ドーソンは、より複雑なトラベリングバールブについて記録した。1849年、アメリカ合衆国のハントブラディッシュが、細長いバネで巻き紙を読み取る装置を記録した。そのバネは、ピアノを直接演奏できるほど強かった。この装置は巻紙に、全体の重さを伝えるため、紙は、すぐボロボロになり、巻紙は、 鍵盤と同じ広さでなければならなかった。1851年、イングランドのパペは、紙にかかる力を軽減するために、読み取るバネを軽くしたり、演奏装置、つまり、増幅装置をより頑丈なものにする特許を取った。世界初の本格的な自動演奏装置は1863年に、できた、コーノスである。この自動ピアノは、 伝統的なシリンダーを用いていたが、演奏するために送風装置に空気を送っていた。1871年、穴の開いたボール紙でできた本状のものがシリンダ代わりに使われたが、それでも未だにバネ式のものがあった。このタイプは大量製造され始め、世界初の実用的な自動ピアノとされている。なお、この装置は1876年に、 フィラデルフィアで展示された。1867年にファンズーセンがアメリカ合衆国で撮った特許は世界初のロールで動く空気式の演奏装置だった。なお、この装置はジョン・マクタモニーのものを参考にしたとされている。1873年、シュモエル兄弟が撮った特許は電気でロールを読み取り空気式の装置を電磁石で動かす。 空気式増幅装置の働きをするダブルバルブシステムというもので、これもフィラデルフィアで展示された。いくらか改良を加えられたロールを読み取る空気式の自動ピアノは20年後には最後の自動ピアノとなってしまうが、彼らにはこれといった利益にもならなかった。1876年、ジョン・マクタモニーは小さな力で演奏装置を動かす細長い巻紙を読み取る。 公式の自動ピアノをフィラデルフィアで展示した。これはリード・オルガンを演奏した。マクタモニーは1860年代半ばから実験を続けた結果、初期の自動ピアノ業界に名を残す人物となった。なお、彼は自分のことを自動ピアノではなく演奏装置の発明家だとしていた。近年の録音できるピアノの進歩は、 巻紙ではなく録音したり繰り返し再生のできる磁気式のテープやフロッピーディスクによってなされてきた。ベーゼンドルファー製のものはコンピュータ制御によって繰り返し再生がしやすくなっている。現代の自動ピアノのほとんどはコンピュータと連動した働きをするために MIDI が使われている。多くの自動ピアノは MIDI ファイルの録音、再生だけでなくフロッピーディスクや CD r o m に コピーできる装置やコンピュータがピアノにより複雑な命令を送ることを可能にする MIDI インターフェースが付いている。MIDI ファイルはピアノ内部のキーアクションに取り付けられた機械的な小さなピストンを電気で動かすことのできるソレノイドという電磁式の装置を動かすことができる。昔のピアノロールから転換された音楽を含む MIDI ファイルはインターネットで購入することができる。2006年 ピアノディスクやピアノメーションといったピアノ転換キットが発売され、このキットを使うと普通のピアノをコンピュータ制御の自動ピアノにすることができる。通常、ピアノの鍵盤にこれらのパーツを取り付けるにはピアノの底を切って開ける作業も必要になるが、ロゴスファンデーション製のパーツは外部から取り付けることができ、持ち運びが可能である。自動ピアノは 通常のピアノと全く同じ原理で音を鳴らす。電子ピアノのように発信器や電子回路を使ったり、エレクトリックピアノのように内部の振動をピックアップし、増幅することはしていない。ありがとうございます。